ーの、ルンルン、どうも、シホルンです。はーい。今回はですね、3月のお気に入りを紹介していこうと思います。イエーイ！それでは、早速始めていきましょう。スタート！パッ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 パー。まず、一つ目が、じゃじゃーん！こちらのマンさんの座布団になります。イエーイ！本当に毎日使ってます。ライブ配信する時とか YouTube を撮る時とかもずっと座って使ってます。本当に大活躍です。ありがとうございます。イエーイ。2つ目がじゃじゃーん、こちらのフィアンセボディミルクローションピュアシャンプーの香りっていう、このねボディミルクみたいなやつなんですけど、夏にですね大阪でオフ会をしたんですけど、その時にいただいたのがこれなんですけど、それでずっとね足のマッサージをしてるんですね。それでなくなったからまた買ったんですけど、ない間家にあるクリームを使ってマッサージしたんですけど、うまくいかなくて、これをアマゾンで買ってまた使ったんですけど、もうこいつの素晴らしさを改めて実感したというか、もう素晴らしいなと思って本当にお気に入りで紹介しました。あの足のマッサージのやり方を教えてくださいっていうねリクエストをたくさんいただくので、またやってみたいなって思います。あの本当に私の足痩せとか本当何も参考にならないと思うんですけど、まあやってみようと思います。次にじゃじゃーん、こちらの Look at my eye jewel eyeshadow RD302 番です。先月のお気に入りではラメが入った感じのアイシャドウを紹介したんですけど、すごいね濃い感じのピンク色なんですけど、とても可愛くてねお気に入りで毎日使ってます。そして次に VT アートインブラーパクトです。この前 YouTube で紹介したやつなんですけど、本当に大活躍でお気に入りでずっと使ってます。はい、次にアクセサリー系に移りたいと思います。まず一つ目がこちらのピアスでございます。これはね誕生日プレゼントでお友達がくれたんですけど、もうつけた瞬間お気に入りになりました。もうめっちゃ可愛くないですか、このね可愛らしい可愛らしいピアス。またまたピアスになるんですけど、こちらです。チェーンっぽい感じのなんかピアス、めっちゃ可愛いなと思って昨日もねつけたんですけど、すごいお気に入りで、お気に入りです、すごいお気に入りです。お誕生日プレゼントでくれたお友達ありがとうございます。そしてじゃじゃーん、あじゃじゃーん、こちらはですね ZOZO タウンのアップルジュールさんっていうお店で、お友達とお揃いでね買ったんですけど、すごい可愛くてもう毎日つけてます。イエーイ、結婚しました。はい、というわけでこんな感じで3月のお気に入りの紹介は以上になります。3月は誕生日があってですね、すごい楽しい月になりました。もう本当にみんな愛してるって感じですというわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォローよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルーン、バイバーイ。